編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ジュケメンタリー。はい、皆さんこんにちは。今日遠藤さんお迎えしてのジュケメンタリーなんですよね。谷口くん覚えてますか？あの広島の高校に通ってて京都大学に入ってなんかアプリ作りたいとか、そうそう、そんなラップしてた子、はい、あ、そうですねでよく分かってなくて、みんなでこれはまあさすがにナッシングだろうと思ったら、唐突に遠藤さんが出しちゃったみたいな、謎のオール、謎のオール、はい、謎のオールでした。で、まあ、あれからちょっと数ヶ月経ったんですけど、ちょっと追っかけなきゃいけないと思って遠藤さんにねちょっと追っかけてもらったんですけども、連絡してもらったんですよね。ちょうどタイミングよくて、はいはい、この間うちの先生とかも一緒にズームしたんですよ、はい、どうですかみたいな、はい、困ってることあったら相談乗りますよみたいな、はい、ちょうどしたんですよ、はい、で結構でもいい顔してて、うん、頑張ってるっぽくて、なるほど、はい、でまあこのまま京大計画通り受けるっていうことでしたね。あ、そうですか、はい、彼は私学はどこも受けてないですか？受けてないです。受けてない、はい、で横国だけ後期受けるって言ってたのかな。はい、はい、まあ、でも共通テストは D 判定って言ってましたね。兄弟 D 判定、はいはいはい、でどんな感じですか彼は今？でもあとはもう今更実力上がらないんで、はい、まあ、上がらないんだまあだってもうあと2週間とか、はいはい、なんでまあ暗記問とかこういうことした方がいいよとかいうアドバイスしながら、はい、まあ、僕らの先生ともグループとかでつないであげて、はい、まあ、いつでも質問できる環境とか作ってあげてとか、はい、まあまあできることもこっちもしてあげようみたいな感じで、まあまあまあほぼほぼ可能性は薄いかもしれんけど。遠藤さんが今おっしゃってる僕らの先生っていうのはどんな立場の誰ですか？あ、武田塾で教えてる校舎長の先生たち、はい、どこの校舎の方が？それは滋賀県の草津の先生と、はい、まあ、うちのマネージャーと統括の、はいはい、とつないであげたって感じです、ね、で Zoom でやり取りをした、 Zoom やり取りして相談乗ってあげて、はい、まあ、グループつないで、はい、まあ、いつでも質問していいよみたいな環境は一応まあまあ時間はないけども、まあでも話を聞いてると現役で今年京大に入る可能性は限りなく低い。まあそうですね、ね、今のところね。でもなんか謎の自信持ってましたよ、はい、ミスさえなければみたいなマジですかすげえなやっぱこいつと思って、はいはい、謎の自信、謎の自信、はい、横国はどうなんですか？いや横国は多分受かるんでみたいな言ってたでも受かっても行かないっすって。マジで浪人して京大にもう一回目指すっつってって言ってるのなんとわけ分からんな俺は。はあ、なんかあの状態だけ見ると横国すらが箸にも棒にもかからないような世界だったじゃないですか、うん、謎の地震横国はまあまあ通るんでみたいな、はい、って言ってるのそうそうそう、京大はまあミスがなければみたいなワンチャンあるみたいな。まあ、ね、でもいい顔して頑張ってましたね。あ、そうですか、はい、まあ、はい、まあ頑張れということで、はい、で他にどんなアドバイスされたんですか？まあ、あとはもう残り2週間とかで、はい、まあ、やることリス、まあ、僕はそんなにね受験アドバイスできるほど詳しくないんで、はい、まあ、みんな先生とかが、はい、まあ、こういうことやりましょうみたいな、はい、やることリストみたいなとか送ってあげたりとか、はい、まあ、そんな感じですね。であとは、まあ、はい、あの合格発表終わったら僕と1本取ろうかみたいな話して、はい、まあ、今後のこととか、はい、まあ、国立ですから発表が3月の下旬ですよ ね、 はい、はい、なのでもうしばらくまた経ってから結果はねちゃんとお伝えしなきゃいけないと思うんですけども、はい、ところで遠藤さんね、ちょっと話ずれるんですけど、武田塾、うん、結構関西でやってるじゃないですか、はいはいはい、これ滋賀県で何校舎あるんでしょう？滋賀県2位ですね。滋賀県2校舎、はい、でもあと神奈川もあるし、はい、あと三重とかですね、はい、うん、で京都もあったんですけど京都は先日売却したんで。あ、そうなんですね、はいはいはい、どうですか武田塾って、なんか今学習塾が本当に社用産業って言われてる中で生徒増やしてるじゃないですか。はい、なんかおかげさまで順調っすね。いいですか？あ、そうですか、はい、まあ、岩井さんもやられてるんですよね、はいはい、うちはあんまり順調じゃないです。あ、そうなんですか、はい、何がいいですか？何がいいんですかね。でもまあもう4年ぐらいやってるんですかね、はい、もうだからもう結構町にも認知されてきてるから、はい、広告もせずにも結構まあ紹介とかで来てくれる流れができてるみたい な、うん、な、はい、で先生とかもやっぱもう慣れて安定してきてるし、はい、みたいな感じじゃないですかね。しばらくいろいろあって武田塾も新規の募集してなかったですけど、またこれから始めるみたいですけど、増やしていく予定はあるんですか？まあまあまあタイミングあればって感じですね、はい、うん、なるほど、はい、はい、もっぺん改めて戻ります。谷口くんにもう一回聞きますよ。
んで出したんですか。久々に生徒を見たら熱くなったっていうだけです、はい、あ、久々に子供を見た。そう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 、長いこと見てなかったのが、そうそうそう、受験生版 初登場で見たら出しちゃった。そうです、情がね、情が出たそうですよ。本当にもうあの時の皆さんの驚き方よ。はでしょうね、はい、まあ、あの伝説の謎のオールということで、まあ、それはそれとしてね、でも谷口君は進んでいきますので、浪人するのか、するのかな、浪人、まあそうですね、する言ってましたね、言ってましたね、はい、しばらくなんかお金買いがありそうですね、彼は、うんうん、なんかキャラクターはありますよね、あります、あります、はい、なんかね、どっかで聞いたんだけど、あのあと彼が予備校行ったら、受験生版大河ファンに出たんで、声かけられたなって、たら、ほっとけみたいな感じになったらしいですよ。いらんこと言わんといてみたいな。ああ、はい、本人がね。はい。あ、なるほどなるほど。はい、よう分からんですね。よう分からんさ、はい。まあでもね、あの広島で、まあ浪人することばっかり言っちゃいけないのかも分かんないけど、うん、ね、広島で浪人するのか、大阪とか東京まで出てくるのか、ちょっと楽しみですけど、うん、はい。まあ受験そんなに甘いもんじゃないので。まあそうですね。まあでもこれでもしね、京大なり横国なり、うん、引っかかって受かったら、だったら奇跡ですね。奇跡ですね。これこそ武田塾ですね。はい。はい。言ってもいないけど、当心ですけどね、彼は。そうですね。ね、逆転合格ですよね。はい。じゃあ、あのぜひあの受験間際の谷口君にですね、ぜひまだ間に合うと思うんでメッセージを。はい。まあ頑張ってください。これらもいつも、うん、まあ頑張ってください。応援はしますよ。昨日もなんか話変わりますけど、受験生版大河ファンディングの方で、遠藤さんが庭かなんかに座っていて、あの最初にあの、ではあなたの簡単な経歴を教えてくださいっていう言葉が投げやりすぎて、うん、腹立つわこの言葉ってコメント入ってましたよ。あ、マジですか、はい、そういうタイプなんですね。あ、そういうタイプなんですよ、うん、はい、情に熱いんですけどね。そうですか、うん、いや情に熱いっていうところは全然見えてないんだけど大丈夫かなこれ。はい、あ、マジですか、ちょっと気をつけますわ。いやいや大丈夫です、はいはい、それぞれのキャラクターなんで僕はあの何かを言う立場にないんで、はい、あの全然大丈夫だと思いますけど、はいはい、受験生版の方もね、あのぜひあの楽しんで出ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、2人目の担当が今日決まるといいなと思ってますけどね。どういうことですか。あ、ですからだんだんね、あの増えてくるじゃないですか受験生が、うんうん、でオールになったら誰か一人が担当になるって決まってるんですよ、うんうん、でまだ谷口だけ、あ、そういうことですね、はい、谷口君だけじゃ物足らないので、うんうん、ちゃんとした人も、うんうん、ぜひ担当してください。いや結構ハマってますからね受験生は。はい、はい、再生活も伸びるんでいいと思いますよ、うん、はい、はい、ということでした。お願いします。遠藤さんでした。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。